コラギキャラ設定解説。今回紹介するのは青鬼からヒロシだぜ。ヒロシは2004年にノプロップス氏によって公開されたホラーゲーム、青鬼に登場する主人公で、その後の派生作品や続編でも主人公を務めることが多いキャラクターだな。作品によって多少の違いはあるが、基本はメガネに銀髪のストレート、学生服にマフラーを巻いていて少しクールなのが印象的だな。幽霊やオカルトを信じないが科学第一主義のような考え方をしていて、青鬼が出現するという館を訪れた際にもその存在は科学的ではないと信じていなかった。しかし、仲間が殺されてしまったり実際に青鬼に遭遇することで幽霊的なものの存在を信じ始め、館の脱出を試みるぞ。常に冷静沈着で頭が切れるため仲間から頼られることも多く、本編での謎解きはほとんど彼が解いており、青鬼と遭遇した際もその頭脳と分析で回避していたな。だが実は今でこそこのようなヒロシが記憶に残っていると思うが、1.0 当初は黒髪で口調も荒く、今では想像もつかないようなキャラクターをしていたぞ。ここから先はプレイして確かめてくれよな。今回はここまで。